ラーマ四世は、チャクリー王朝の第四代のシャム国王。タマユット二階の創設者、チョウムクラオやモンクッドの名でも呼ばれる。ただし、ラーマ六世の名にも、モンクッドの語が登場するため注意を要する。新思考は、テー・アキラと呼ばれる。かつて発行されていた50バーツ紙幣に肖像が使用されていた。モノグラム印象父は、ラーマ二世。 母はシーズリエントラーである。もともとは兄のラーマ3世よりも彼の方に多い継承権があったが、学業専念年のために兄に多いを譲り、学問を続けた。即位までの27年間は出家して寺院に属し、教門の言語であるパーリ語、サンスクリット語をマスターした。その中でタイの仏教のあり方に疑問を感じていた。その後、 キリスト教宣教師の手を借りて、英語、ラテン語を学び、ルネサンスを通じて教義が合理化されたキリスト教に触れ、新時代の宗教は合理化されたものでなければならないと感じ、俗信を排除した仏教を建てた。この時建てられた革新派の仏教集団を、たまゆっと二回という、ラームカム平ン大王碑文を発見した人物でもある。即位後は、西洋との関係を重視し、 イギリスからアンナ・レオノーヴ・ウェンズを家庭教師に招き入れ、指定に西洋の教育をさせた。この時のことは小説アンナとシャム王に書かれているが、アンナに虚言癖があったため、全面的な信用はしない方が良いと言われる。この話は後にアンナとシャム王で初めて映画化されて王様と私で劇作家と映画化。 アンナと王様で三度目の映画化がされたが、いずれもタイでは上映が禁止されている。1854年には清への兆候を止め、トンブリ王朝以来続いていた作法体制から脱した。1855年にイギリスと通商貿易に関するボーリング条約を締結。西洋と自由貿易を開始し、米を輸出するようになった。 このためタイの中央平原部に運河が多く建設され、米の増産が図られた。現在においても米はタイの大きな輸出品目である。外国人の便利を図るため、ニューロードを建設したりもした。また、62人の子を残したとされる。ラーマ4世は独学で学んだ天文学によって日食の場所、時刻を発見し、1868年8月18日に、 プラチワップキーリー館を訪れ、予測通り観測できたと言われる。しかし、観測場所に選んだサームロイオート付近は、マラリアのはびこる地帯であったため、ラーマ4世もこれに伝染し、2週間後放擁したという。様相のラーマ4世とチュラーロン高音王子。ありがとうございます。